ボーイズグループキングダムがカムバックを控え、ニューアルバムをめぐる議論が浮上した。25日、所属事務所の GF エンターテインメントは、21日に事前予約開始予定だったキングダムのセブンスミニアルバムのジャケットが、イスラム教の経典と似ているという指摘があった。キングダムは、世界の文化を K-POP で再解釈してステージを飾ることを目指すグループであるだけに、 文化の多様性と共存を最優先の価値としている。今回の議論は、まだ未熟な点が多い当社の無知と不注意により発生した、と明らかにした。続けて、ムスリム、イスラム教徒、の方々や不快感を抱いたすべての方々に謝罪し、今後このようなことが起こらないように最新の注意を払う。これを受け、当社は今回のアルバムの初版7万枚を全量廃棄し、 再制作することを決定した、と謝罪した。キングダムのセブンスミニアルバム、ヒストリー・オブ・キングダム、パート7ドット・ジャハンの事前予約は、26日午前11時に再開され、10月18日に予定通りリリースされる。当初、キングダムは21日午後2時に各オンライン販売サイトを通じて、ニューアルバムの事前予約を行う予定だったが、これに先立って公開されたアルバムのジャケット写真が、 イスラム教の教典に似ているという主張が提起され、予約販売が延期された。GF エンターテインメント公式コメント全文、GF エンターテインメントです。21日に事前予約開始予定だったキングダムのセブンスミニアルバムのジャケットが、イスラム教の教典と似ているという指摘がありました。キングダムは、世界の文化を K-POP で再解釈してステージを飾ることを目指すグループであるだけに、 文化の多様性と共存を最優先の価値としています。今回の議論は、まだ未熟な点が多い当社の無知と不注意により発生しました。ムスリムの方々や不快感を抱いたすべての方々に頭を下げて謝罪し、今後このようなことが再発しないように最新の注意を払います。これを受け、当社は今回のアルバムの初版7万枚を全量廃棄し、再制作することを決定しました。 キングダムのニューアルバムの事前予約は26日午前11時から再開され、正式発売は10月18日に予定通り行います。キングダムを応援してくださるファンの皆様にはご心配をおかけして申し訳ございません。ありがとうございます。ファン平人。